動物怖い。動物怖い。こんにちは、セラです。です。今日はジョン。原宿キュンキュンさんに来ました。セラちゃんたち実は動物触るのが大の苦手です。いや、大のじゃない。あ、大のではない。え、苦手好き。でも、持ち方がわかんない。苦手。苦手だよね。好きだけど、触り方がわかんない。正しい触り方。可愛がりたいです。動物さん触れるように可愛がっていきましょう。はい。すごい。じゃじゃーん。原宿かわいいランド。キュンキュン。バナナについてます。じゃあ違うやつ。気分じゃなかったかな。それをバナナ取ろうとしてる。何？あ、本当だ。取り合ってる。え、取り合ってる。入るの。全然持ってるの可愛い。なんで食べなかったんだろう、さっき。ね、私の手が来たから。久しぶりに触る動物。わー、来た。おー、もふもふ。え、かわいい。かわいい。この子たち、ロシアンスモークっていうモルモットちゃんの中でも少し珍しい種類の子になってて、お耳とお鼻が黒いのが特徴なの。お鼻が他の子たちより丸くて、すごい甘い。こちらあげてみたいと思います。かわいい。おとなしいね。おとなしいね。かわいかった。かわいかったね。マジでかわいい。どんな感じなんだろう、ハリネズミ。ねえ。ハリネズミ専用の。はい。こちら。お股の下に耳をこのスッと入れていただいて、おー。涙の中に入れてあげてください。はい。かわいい。はい、落ちます。元気ですね。かわいい。はい、初めてだね。落ちちゃう。ここのところ狭い道だと思って、落ちちゃう。ああ、そういうことか。道を作ってる。そう。ああ、なるほど。すごい。落ちちゃった。すくい上げて。一緒。すくってあげて。あ、すくえた。え、合ってきます。このまま。合ってる？かわいい、それ。かわいい。うわ、めっちゃ元気、この子。めちゃめちゃ元気。じゃーん。元気な子です。かわいい。顔を比べてみると、狐顔みたいにお鼻がちょっと長い。ああ、確かに。そうですよ。お鼻が短い狸顔の子と、ここはお鼻が長い狐さん。かわいい。鼻がかわいい。うん。あ、見ました。餌あげますか？あげます。次
ついてくれるかな。お、食べた食べた食べた。お、上手上手。これかな。ここにこれ。どこ口来た来た。あ、食べた。あれあれ落ちた落ちた。じゃあ、あげます。あ、やばいやばい。あ、おーい、おーい、スルーして食べるね。あ、来た。あ、やばいやばい。食べた食べた。違う子が食べた違う子が食べた。お、来た食べた食べた。サクサクいってる。うん、いってるわ。あと誰だろう、食べてない子。難しい。寝てる寝てるのか。次はハムスターちゃんです。ハムスターはね、昔飼ってたから触ったことない触ったことないですね。ハムちゃんたちは触れ合いの時間が1日3回あります。長いんです。大丈夫だよ。この子たちも両手ですくい上げるよ、うん、はい、上手です。やばい、ふさふさ。じゃーん、めっちゃ長いんですよ。真ん中の子が一番元気で結構よく脱走する。あ、噛んでる。噛む噛む。噛んじゃう。あ、私の子も噛んじゃう。私の子も噛む。めっちゃめっちゃ抜くって。この柄初めて見た。そうだね。この子の柄ダルメシアンっていう柄で、101匹ワンちゃん。わあ、確かにめちゃくちゃ可愛いです。結構動くこの子。みんな元気だ。みんな元気だ。どうしようかな。じゃあこの子かわいい。掴んでる。かわいい。あ、食べた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 。かわいいんだけど。めちゃおー、あ、いなくなった。早くなっちゃった。詰まってます。あー、ほんとだ、かわいい。かわいい。じゃーん、おー、じゃーん。皆さんはどの動物が一番可愛かったですか？ハリネズミ。ハリネズミ。ハリちゃん。はい。そうなんだ。ハリちゃん。私もハリちゃん。あ、そうなんだ。初めて。ママは妹かな。妹可愛い。どうぞ。あ、食べてる食べてる。口にいっぱい出ます。いいね、もう動物さんにも慣れたね。すごい、びっくりした。狙ってる狙ってる。じゃあ取り越えたらこの辺で。びっくりした。あ、ママの。ママの絵。かわいい、食べた。え、かわいい。かわいい。あ、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 3人。あ、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 取った。取られた。端から食べてくれるとモルちゃんたちチューしてるみたいになって、すごいかわいい。あ、見たいですね。全部いっちゃった。早いな、この子。ね、早かった。ふっかふか。ふかふっこ、おで。ね、かわいいよね、モルちゃんね。かわいかったです。どうでしたか？めっちゃマジでかわいかった。やっぱり、ハリちゃん。ハリちゃん。ハリちゃん、一押しですか？かわいい。花が好き。くーちゃん飼ってたから懐かしく思いましたね。久しぶりってマジ、うん、うちに飼ってたくーちゃんは激しい子だったけど、ここの子は割と大人しかったね、うん、安心していた子できる、まあ、そうだね。マジでモルちゃん可愛かったで、ママはモルちゃん一押しです。おお。今日は原宿かわいランドキュンキュンさんでいろいろな動物と触れ合いました。イエイ。ぜひ皆さんも行ってみてください。バイバーイ。